こんにちは、マキです。今日は南丹市矢木町にある大井川緑地公園に桜を見にやってきました。広いですよね。桜の木がいっぱい、どの木も見事に開いています。ここは小さな子どもたちが遊べる遊具や砂場もありますし、そばにはテニスコートやグランドゴルフもあるんです。駐車場も広くて、たくさんの家族連れ、それから子どもたち、お年寄りまでがこの公園で楽しんでいかれます。向かい側の桜も見事です。川に映る桜の美しさ、そして青空に広がる桜の枝々、美しい水、青い空、何もかも素敵です。どうぞ皆さんもぜひこの矢木町大井川緑地公園にお越しください。お待ちしています。